404です。今回はこちらです。モノブロックで作る日本の世界遺産応募者全員プレゼントの第1弾が届きました。こちらは創刊号から第24号までについている応募券を専用のハガキに貼って送るともらえる商品となっております。ちなみにですね、まあちょっといやらしい話なんですけど、その第24号までにかかった金額は約2万9000円でございます。なので実質2万9000円の商品がこの中に入っているということですね。早速開けていきましょう。こういった形の封筒で送られてきました。11月下旬には届くということだったんですけど、ちょっと遅れて12月上旬ぐらいに届きました。中はねどうなってるんでしょうか。全部出してみましょう。これだけですね。中身はこんな感じでした。商品送付のご案内の紙が1枚と、ナノブロックのカタログ。そしてこちらがプレゼントですね。ご購読者様各位、商品送付のご案内。この度はナノブロックで作る日本の世界遺産応募者全員プレゼント第1弾にご応募いただき誠にありがとうございました。第24号までご購読いただいた御礼とともに、オリジナルネームプレートを送付させていただきます。引き続き本紙をご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。なお、応募者全員プレゼント第2弾、ナノブロックで作る厳島神社につきましては、第25号から第49号についている応募券を第24号もしくは第25号に閉じ込みの応募ハガキに貼ってご応募ください。ということで、こちらがオリジナルネームプレートということですね。そしてこのカタログはどんなものなんですかね。ちょっと見てみましょうか。あー、面白そうなものがいっぱい出てますね。でもね、今は日本の世界遺産で手一杯なので、買ったとしても作れないでしょうね。ああ、こんな大きいものもあるんだ。お城とか作ってみたいですね。あ、これいいな。ノイシュバンシュタイン城デラックスエディション。19,800円プラス税。あ、やっぱりそのぐらいするんだ。船とかもいいですね。あ、列車もあるんだ。トレインコレクションだって。え、これ走らせられんの？あ、これいいですね。ベーシックレールセット。へえ、面白そう。あー、アクセサリーも結構いろんなものがあるんですね。うん、なるほど。ということでね、まあメインの方を開封していきましょうか。そんなに大きい箱ではないです。印刷とかされてない、ただの真っ白い箱です。では、テープを剥がして。では、行きます。せーの、よっと。ん？あー、こうなってるんだ。お、すごい、かっこいい。確かね、3つ分入ってるんですよね。もう、白川郷と清水寺。そして最初の陽明門ですね。あー、組み立てる必要はないんだ。こんな感じのものが入っていました。今作っている清水寺のプレート、そして次に作る東照宮陽明門のプレート、最後は白川郷のプレートですね。ちょっと袋から出してみましょう。あー、こういう感じなのね。てっきりね、自分でこう組み立てるものだと思ってたんですよ。でも違いましたね。近くで見るとこんな感じ。ブロックで組み上げられたような毛書き線が入ってるんですけど、バラバラにはなりません。一枚の板ですね。そこに金色のシールが貼ってある感じですね。そして黒字で清水寺と書いてあります。上の方はこんな感じ。ブロックの表現がされているので、これは他のブロックを重ねたりできるのかな。ちょっとやってみようかな。こちらの余ったブロックをはめ込んでみます。あ、いけますね。いけるけど、なんかスカスカというかゆるゆるですね。
ガチッとはまる感じではないです。まあでもサイズ的には本当ブロックのサイズとぴったりですね。裏側はこんな感じ。まあ正直安っぽい感じはしますね。こうやるとわかるかな。そんなにね板厚がないんですよ。ほんとただの薄っぺらいプラスチックの板っていう感じです。まあでもね、清水寺が完成した時にちょこんと置いておいたらいいディスプレイになりそうだなっていう感じはします。というわけで今回はナノブロックで作る日本の世界遺産応募者全員プレゼント第1弾オリジナルネームプレートの紹介でした。現在このチャンネルではナノブロックで作る日本の世界遺産の清水寺製作の動画をアップしております。もしお時間がありましたらそちらの方もご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。